財務省が発表した貿易統計によりますと、輸出から輸入を差し引いた貿易収支は昨年度21兆7285億円の赤字で、比較可能な1979年度以降で最大となりました。貿易赤字は2年連続で、額は前年度の 3.9 倍に拡大しました。輸入額輸出額とも79年度以降最大で、輸入は原油価格の高騰や円安で前年度と比べて 32.2% 増えました。